これまでね、えー、数本、えー、この、ひだじゅや容疑者、えー、の動画、何本か撮りましたけどもね、えー、今日も続けて、えー、ちょこちょことね、えー、追加したいことがありましたので、えー、動画撮っていきたいと思いますけども、えー、この富田林、富んだばやですね、えー、もうぼちぼちね、 えー、捕まりそうですね。えー、あんまり長くすると、えー、皆さんの関心が薄れますからね。えー、まあ、やらせ事件なんですけども、あの、効果的にね、えー、やろうと思ったらね、もう、今月いっぱいで、えー、捕まるんじゃないでしょうかね。あまり長く期間を置きすぎるとね、えー、誰だったんだとかね、 えー、注目を集めることができませんのでね。えー、それからね、えー、やらせネタばっかりね、やってるとね、えー、バレちゃいますしね、えー、わざとらしくなっちゃいますしね。えー、それから、まあ、警察へのね、えー、風当たりもね、えー、いよいよ強くなってきますのでね、えー、私の予想では、 えー、大体今月の9月ですね。今月中、あ中旬までには。まあ、連休後ぐらいまででしょうかね。18日、えー、18日かな。それぐらいまでには捕まるんではないかと思っています。えー、やらせ事件なんでね。今回も。えー、もう、えー、シナリオはできてると思いますね。 何日に捕まるんでしょうね。シナリオ上ではね。えー、まあ、9月3日も終わりましたけどもね。この日は、えー、逮捕の話はありませんでしたね。今度は6日でしょうか、えー、今日が4日ですね。6日。96とかですね。えー、この99、99ですね。 99、えー、とかね、9月の9日99ね。えー、あと、911っていうのもありますね。アメリカ同時多発テロの日ですね。えー、それからまあ、この912っていうのもね、1プラス2は3ですから、93になりますからね。えー、それから、まあ、オカルト数がね、 絡んでくると思います。15日もね、6になりますから、1プラス6はね。えー、そういうふうにねあ、18日、これ多分連休の後なんですけども、18日ね、これ18っていうのはね、1プラス8で9になりますから、99にもなりますし、えー、18っていうのはね、よく、あの、6、6、6、トリプル6ですよね。えー、 こういうのも考えられますね。そして13日ですね。この日はね、えー、脱走の日、えー、8月12日から数えて、えー、33日目になりますね。13日、えー。この日もね、怪しいと思っていいですね。えー、まあ、あくまでも予想なんですけどもね。えー、いつ、 逮捕されるかはわかりませんけども、ある程度ね、えーまあ、早めに、えー、長引かせないと思いますね。えー、あんまり長引かせるとね、えー、住民の苦情もね、えー、殺到しますからね。えー、平尾容疑者、ね、平尾達馬容疑者、えー、4月の事件ですね、えー、広島、えー、市内 で、捕まりましたかね。確か、あの事件も23日間ぐらいでしたね。あの脱走期間はね。23日目に逮捕されたかなんかでした。ね。ええー、まあ、今月いっぱいですね。あと21日とか、なんでしょうね。22日もありそうですね。<laughs> こう言ってたらね、全部の日がありそうになっちゃうんですけど。まあ、とにかくね、えー、オカルト数が、 えー、逮捕日にはね、えー、絡むんではないかと思っております。えー、オカルトのね、23なんていうのもありますけども。えー、とにかく、えー、369ですかね。えー、これがよく絡んでくるんだと思います。えー、9月11日ですね。えー、アメリカ同時多発テロの日。やらせテロの日ですね。 自作ジェンテロの日、えー、この日も怪しいんですけども、まあ、このね、えー、9月13日っていうのもね、一応押さえておいてください。えー、この日はね、えー、発生日からね、えー、33日目になりますからね。もしかしたらね、こういう日、えー、絡んでくるかもしれませんからね。えー、一応13日もね、えー あると思っていていいくださいえ何回も言いますけどもね、この、やらせ事件ではね、オカルトのシンボルやらサインがね、マーキングされます。これ大阪府警のね、ホームページですかえこれを見ていきましょう。やらせ事件なんですけども、こうやってね、 出ますね。とんだ警察署、留置施設からの過重逃走事件、被疑者とあります。ね。すごいですね。これ、ね。えう、ー、ちでの小槌を持った、えぇ、ー、うさぎですけどもね。 これはどうなんでしょう白ウサギでしょうかねちょっとこう茶色がついてるような気もしますけども。えー、これが左の犯人ね、ねえ。ひだじゅんや容疑者のね、左ふくらはぎにね、えー、入れ墨があるという話なんですけども。えー、もしこれがね、えー、白色のうさぎね、ね ということに、えー、なるとですね、これも、えー、33度マーキングということになります。えー、白いうさぎといえばね、何、えー、ですか、えー、不思議の国のアリスとかね、稲葉の白うさぎとかね、えー、マトリックスなんかにも、えー、白いうさぎホワイトラビットが出てきますけどもね、 このホワイトラビットっていうのはね、えー、数比で調べれば、えー、33になりますね。もしかしたらね、こういうことを考えて、えー、この白ウサギをね、登場させたのかもしれませんね。えー、不思議の国のアリスの白ウサギは、えー、不思議の国にね、えー、アリスを誘導するわけですよね。 ま、これがね、えー、白ギだと、えー、したならばね、えー、皆さんを、ね、視聴者、えー、このニュースを知ってる人たちをね、えー、不思議の、えー、やらせの物語へ、えー、誘導します。ということだ。あの、そういうことをね、意味しているんだと思いますね。えー それから、この、ひだ純也の顔ですね。顔写真。えー、この、ね、この、えー、写真はよく見てあると思いますけどもね。皆さんね、顔をよく見ますけども。私は全体的にこういうふうにね、靴まで見ます。ね。これスリッパ入ってますけどもね、ここにチェック柄があります。 ね。これは何色でしょうね。白黒のチェックでしょうかね。えー、白黒のチェックだとしたらですね、えー。何を連想するでしょう皆さん。この白黒のチェックを見てね。えー、何を連想するでしょう。えー、白黒のね、えー、この チェス盤のシンボル。ね。これを見るとね。私はすぐにね、このフリーメイソンリーのロッジをね、えー、連想しますね。えー、チェッカーボードフロー,フローですね。チェックシンボルの床ですね。これをすぐに えー、思い浮かびます。えー、4月にね、えー、脱走した、えー、脱走して捕まった、平尾達馬容疑者ですね。えー、姫の松山造船所からね、造船所、け、えー、刑務所ですかそこから脱走した平尾達馬容疑者もね、えー、このチェックのね、えー、ズボンを履いてました。ね、チェックのパンツですかね。 えー、これを履いていましたね、えー。こちらはね、北朝鮮の軍事パレードですか。えー、そのミサイルですけどもね。これにも、えー、白黒のね、えー、チェスバンのシンボル。これが使われています、ねえー。私たちはフリーメイソンリーですよっていうことをね、えー、示しているわけです。これね。 え、去年はね、2017年は、え、北朝鮮情勢がね、かなりうるさかったですけどもね、え、この金正恩ですね、え、年はね、え、いくつでしたでしょうか、え、ここに書いてます。え、今年はね、え、34歳になりましたけども、え、去年はね、え、一応33歳ということでした。え、それでね、 いろんな事件が起こったわけです。えー、日本に向けてね、ミサイルを飛ばしたとかいろいろ言ってますけどもね、えー、全部、ああいうのね、やらせです。ね。上の方はね、皆さん、繋がってますから。ね、えー、ヤオ長プロレス以外のね、何者でもありません。えー、それからね、えー、最近、 えー、ありました。えー、この、兵庫の加古川市で、えー、あった事件ですね。ダムに、えー、遺体が遺棄されたという事件ですけども。えー、被害者は二十歳でしたかこの、えー、小西優香。ね。えー、この人ですけども、えー、小西優香ですね。20歳。えー、これもね、やらせ事件ですね。 方が全然違いますね。まあ、このね、えー、シンボルを見ればね、えー、すぐにわかります。ね、この、えー、チェス。チェス版のシンボルですね、えー。チェックのシンボル。ね。13ってありますね。えー、今週か。えー、ね。この事件。ダム、遺体事件もね。 いやらいです。ね。背後にフリーメソニーがいるということをね、えー、こうやって見せてます。ね。えー、ダムにね、えー、捨てられたということなんですけどもね、衣装ケースを入れられてね、その貯水池、貯水池のことをね、あの、レザボーって言いますね。レザ、レザボールかな。レザボーアドックスとか映画でありましたけどもね、これも33数品になります。 すね、遺体の見つかった時間とかもね、えー、88に、えー、するようにしてます。デュアルですね。えー、88はね、HH になりますから、入る人らということですね。 えー、それからね、と、えー、金の話も出てますね。逃走容疑者に地元の社長が300万円の懸賞金。地元住民の安心のためとありますけどもね。この会社社長の会社、ね、えー、名前は、ルーカスですね。えー、ルーカスといえばね、えー、ジョージ・ルーカスを連想しますけどもね。えー、ルーカスフィルムはね、33数日ですよね。 そして、ポリース。これもね、33数比です。えー、検証金が出たことによってね、えー、情報提供があって、えー、犯人が逮捕される、えー。そういうオチを考えているのかもしれませんね。ちなみにこのルーカスフィルムね、えー、ロゴなんですけども、フラットアースモデルです。でこのルーカスフィルムのね、えー、ロゴですけども、 重要な秘密が隠されています。ね。この丸くなったところ、これね。このファーマメントと言いますね。ファーマメントですね。そして、えー、これは太陽と月を表していますね。これは LTD はリミテッドですよね。 えー、まあ、限界があるということを、これは示しているわけですね。これ何を言ってるかっていうとですね、これ宇宙のことを言ってるわけですね。えーまあ、空には限界があると、宇宙には限界があると。えー、今の天文学ではね、えー、宇宙というのはね、広大で、えー、ね、あの、 ずっと広がっていると。膨張し続けているというね。そういう話をしていますけどね。実際はね、えー、ファーマメントがあって、えーまあ、限界があるということをね、えー、これで示しているわけですね。そしてフラットアースの世界ですね。地球は、実際は平らということをこれで、えー、見せているわけです。 えー、まあ、この、天外ですね。ファーマメントのことをね。えー、バンアレンとか行ったりする人たちもいますね。バンアレンタイですよね。まあ、エリートの人たちはね、こういうふうに、えー、知っていますね、えー。秘密を知っているわけです。そして、こういうところにね、ロゴに使ったりします。まあ、こちらね、あの、 聖書で言われているね、えー、地球のモデルですけども、えー、実際はフラットと。ね。そして、ファーマメントがあって、その上は、水があると。ね。そして、それは、青いと。ね、えー、今の人たちから見ればね、これおかしいんじゃないかって思うかもしれませんけどもね。えー、実際今の天文学っていうのはね、 えー、嘘ばかりついてますからね。えー、全く、えー、逆のことを言ってますね。ねなのでね、えー、もし、あの、今の天文学の方が、えー、洗脳であってね、実際は、あこちらの聖書のね、えー、モデル、えー。これが本当なんですね。<laughs> 私たちがね、思っている、こういう丸い地球、ブルーマーブルですね。これ全部ね、アニメーションとか、まあ、イラストですね。こういうもので作られてるんですね。最近では CG とかね、えー。そういうものでね、作られたものなんですね。何一つ、あの、本物の、えー、この丸い地球の映像っていうのはね、えー、ないんですね。 全部作り物です、ね。年によって違いますしね、形も違いますし、ね、全部偽物です、ね。北アメリカが大きくなっていたりとかしますね。 Which one is real? 書いてますけど。<laughs> 全部偽物なんですからね、これね。作り物です。NASA の映像。これね、すべて作り物です。